相手をその好き好き言うのは白髪は恥ずかしいのでもうしません。皆さん、白髪にヤイヤイしてるんですか。しょうがにゃいですな。昆布も好きだよ。他のホロメンとイチャイチャクリスマスするんでしょ。もう知ってたからね。情緒不安定で草。ちょっとお茶飲もう。知れませんな。まだヤンデレで配信してくれるの。ヤンデレのデレ具合がわかんないんですよね。難しいんですよ。ヤンヤンみたいになっちゃうんですよ。ただのただのヤンヤン。デレるが難しい。デレってどの程度のデレなんだ。塩梅がね難しいんですよ。ヤンデレはヤンヤンでいいの。ひたすらヤンデレだけだよ。だってそのヤンデレとそのメンヘラのその境が難しい。ヤンデレはメンヘラなんですかね。ヤンデレとメンヘラは違う。難しいよね。なんか一歩セリフを間違えればメンヘラになってしまうっていう。そう。でもヤンデレはあれか、やむけどもいやそんなわけないよねって感じだもんね。確かに病んではないのか。いや病んでるけど病んでないのか。病んでるけど自分が有利に立っているっていうのを自覚しているのがヤンデレかな。ヤンデレとメンヘラの違いが、ヤンデレは相手が好きでメンヘラは自分が好きみたいな。あ、そういうね。なるほど。うん、ヤンデレは愛したいでメンヘラは愛されたい。あー、そういうことか。相手をその好き好き言うのは白髪は恥ずかしいのでもうしません。しません。恥ずかしいのでやりません。たったー。恥ずかしいのでなんだって。それは困る。それは死活問題みたいに言うんじゃないですよ。また気が向いたらね。気が向いたらやりますよ。気が向いたらね。今日はやりません。今日はもう金恋キング、むしろ金恋キングのこと愛してるんで恋キングに対してやむ。恋キングに、恋キングくん好き好きだから。ごめんな、今昆布じゃないんだ。今恋キングなんや。気持ちがねー。恋キングに対してヤンデレになりそうな。赤も愛して、赤はちょっと金の恋キングくんをね。そう、誰のその魚って。もう80時間ほど共にしている魚よ。うん、ねえ、どうして連れてくれないの、こんなに求めてるの。ねえ、もう本当に来てくれよ、来てくださいよ。恋キングできるかって。ここがあの魚のホームね。割とどこでも釣れる。恋キングを消さないとみんなの方がヤンデレになってるじゃないですか。ねえ、皆さんがヤンデレだってどうするんですか。どうして私じゃダメなの。赤恋キング。我らより魚の方がいいでござるかって。誰やその金恋。調理するか。怖すぎる。恐ろしい。スコンブがヤンデレ化してしまった。何やその恋。池の水全部抜くか。冷え、報道派。どういたらぶちゃん、そいつ倒せない。冷え。恐ろしい。跳ねることしかできないというのに。恐ろしい。何をその怖い。恐ろしいですな。どうしてこういう口が見ないの。あ、白髪が、あ、白髪、みんな白髪にヤンヤンしてるの。皆さん、白髪にヤンヤンしてるんですか。しょうがにゃいですな。昆布も好きだよ。やめよ、みんな。こういうのはやめよ。白髪は、白髪の口角が、口角が機動隊になってしまう。
そう、ずっと起動してしまう。やめよう。コイキングに集中しようじゃないか。ねえ、皆さん。口角が起動体になってしまう。はい、はい、ちゃんちゃん。ちゃんちゃん。まだ冒険が始められないようなんだ。チラカミの旅はまだ始まらないようなんです、皆さん。ええ、もう一匹捕まえなきゃ始まらぬ。すごい喜んでたんですけどね、白神。ねえ、コメントに目が行ってしまった瞬間、なんかもう、開いた口が塞がらないとはこのことですけど、っていうか、なんていうか、すごい、え？これがぬか喜びってこと？うわぁ、本当に思考が停止するって、こういう感覚なんだなっていうのを味わいました。なんか目の前が真っ暗になったってこんな感覚なんですなっていうのを改めてね、実感しました。地獄に落とされた。いやいやいや、まだまだ生ぬるいよ。この地獄も慣れれば天国というもの。金庫遺体球が終わるとどうなると思う？金庫遺体球が始まるんだ。何を言ってるのかわけがわからないぜ。この2匹目が長かったらどうしよう、もう。この2匹目から長かったらもうどうしよう。今年のクリスマスも、クリスマス、いや、クリスマスまでにはさすがに出ますよ。だって今回1匹目6日で出てるんですよ。快挙ですよ、快挙。ど快挙ですよ。そこからもう1匹って言ったらもうあともう6日ぐらいじゃない。それでも6日かかるのか。クリスマスまでお疲れ様です。いやですよ、クリスマスぐらいに。美味しいさ、美味しいご飯食べて、ケーキ食べて、ルンルンルーンって。クリスマスまで海の家なんて嫌ですよ。いや、海の上か。海の上なんて嫌ですよ。クリスマスは海の上なんて嫌です。嫌だよ。そうやって白神がクリスマスなんかコイキングする中、皆さんは美味しいもの食べて素敵なクリスマスを迎えるんでしょう。畜生め、他のホロメンとイチャイチャクリスマスするんでしょ。もう知ってたからね。クリスマスまでかかってたら付き合いなさいよ、あなたたち。付き合う、ご意見が見守り、付き合ってくださいよ。情緒不安定で草、ちょっとお茶飲もう。クリぼっちです、共にじゃあ。どうしよう、共に恋。いや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 、クリスマスはやだ。クリスマス恋キングはやだ。